佐々木朗希、炎上。言うほど燃え、燃えたわ。マリン以外の笹朗は普通の高ピッチや。ガチで炎上しててくさ。レスはパノエスタイラカトを意外破壊し回ってるからしゃあない。結構燃えててくさ。悲しきマリン戦。もしかしてパリーグって、ガチで炎上してどうすんねん。こいつのストレートっていまいちなんか、空振り全然取れないし軽いし。ガチでくさバカンドリーグさ。ゴミキャッチャーのせいでまともにフォーク投げられんししゃあないわ。巻軍団毎日呼べ W。佐々木、ライトフライやろ笑い。宮崎とカユソの当たりのおっさんにホームラン打たれててくさ。ホームラン打たれてるの久しぶりに見たわ。メキシコ戦以来じゃね。セリーブ相手にボコられまくっててくさ。今年の朗希は炎上するから W。3失点以内とか言ってたらほんまに炎上したな。朗希がすごいってよりパノダテとマリンのおかげじゃ。まだ若いからこれから成長したらセリーグ相手にも通用する投手になれる。そういえばなんで宮崎勝負したんやくさ。つっても佐々木が打たれたのってセリーグ上位の阪神と DeNA だけだろう。強いチームはエースでも打てるってだけだろ。牧と宮崎敬遠しなかったら致命傷になった。衰えたロートルエースは打てないのになぜかスーパーエースは打てる横浜。日本の打者も確実にレベル上がっとるわ。ご視聴ありがとうございました。